のひらりこと平田里奈です。はい、平田、今年は二十歳になるのです。ということで大人じゃないですか。で、大人としてちゃんと教養身につけないといけないと思うので、今日平田漢字を学んじゃいます。イエーイ。ヒラリーチャンネル。日本漢字能力検定に出ている代表的な漢字を私がバシバシ二字熟語その中でいろいろ作っていきたいと思います。はい、私の目の前にいっぱい漢字が書いてある紙があるのですけど、一つだけ選びたいと思います。ウィーン。これ。じゃあこの小学校3年生の発給。これさ、平田さん、はい、なんだろう、わかんない。30秒経過。無理なんですけど。あ、はい、これ出ないんだけど、まずよ、洋服。大曲。あれ、大曲って何ですか。代表曲みたいな。3文字じゃん。もう全然ないんだけど。スタート。間違えた。え、これって言葉。違う。あれ違うか。視界ある。え、わかんない。え、やばい。チャレンジしたいと思います。一人。これさ、夕日。花火。平田流の二字熟語を見せしちゃいましたが、少しは二十歳らしく大人な私を見せたんじゃないでしょうか。ということで、面白かったよとか、ひらりこうするよとか、いろいろ意見がある方は私にコメントを送ってください。あとチャンネル登録とグッドボタン押してね。バイバーイ。小1レベル。シャキーン。